ビュージンゲンはライン川沿いのスイス領内に位置しているドイツのバーデンビュルテンベルク州に属する飛び地である。ビュージンゲンは面積7.62平方キロメートル人口約1450人と小さな村である。ビュージンゲンにはスイスの警察が駐在しているものの一般的にドイツの法律が適用され犯罪などが発生した場合はドイツ側からドイツの警察官がやってくる。 警察官はドイツ側からビューゲンまでスイス領内の指定されたルートを通って700メートル離れたドイツ側から入るよう定められている。しかし、有事の際の経済統制や農業、衛生に関してはスイスの法律が適用される。また、関税はスイスのものが適用される。通貨はスイスフランが使用されるがユーロも流通している。ビューゲンは 政治的にはドイツの領土だが、住民生活はスイスの経済圏にある。スイス側との往来に制限はなく、住民の多くは西隣に位置するスイスの都市である、シャフハウゼンで働いている。現在はドイツもスイスも支援源協定を施行しているため、ドイツ本土も含めて国境検査が撤廃され、往来が自由化されている。歴史的にもビュー人源の住民は、 シャフハウゼンを中心にした生活を続けている。第一次世界大戦が終結した1918年に住民投票が行われ、投票者の96%がスイスへの帰属を希望するという結果になった。しかし、スイス側が飛び地交換に伴い、ドイツへ渡すことになる大大地を用意できず、スイスへの帰属は実現されなかった。1956年、 当時の西ドイツ政府は、ビュージンゲンと西ドイツ本土との間の農地を買収し、西ドイツ領に編入して、飛び地の解消を試みたが、必要な予算の割に効果が期待できないのに加えて、スイス側が拒否したこともあって、断念している。結局1967年、ビュージンゲンは、スイスが西ドイツと締結した条約で改めて、ドイツ領として存続することが決定した。 ありがとうございます。